本日は過労死や過労自殺を防ぐために脳の疲労の取り方やその実践方法を解説しました。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は結構重い話題かもしれませんが、日本人は特に注意しなくてはいけない問題です。出だしを偉そうに僕も語りましたが、正直言って僕自身もそうなのかもしれません。今日は女性視聴者の方からとても真面目な質問をいただきましたので、そのアンサー動画になりますが、問題となっているのは働きすぎや過労死についてです。細かいデータまでは知らなくても、日本人というのは働きすぎというイメージがありますし、実際にその通りだそうです。今日はそのあたりの現状とうまく休息を取る方法などを解説していきますので、最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこうかい。感想学を学びたい人は感想学のすすめ、令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。ではコメント読みからいきますね。ホームの方から長文でいただいたので短めにカットして読ませていただきます。ワールドさん、女性の方です。ケンケン先生こんにちは。私はパクヨンハさんが好きだったのですが、彼の自殺の原因が一説によると過労死や過労自殺と言われています。ワタミの過労自死事件もありましたが、私はなぜ死ぬまで働くのか、死ぬ前に休めばいいんじゃないと思ってしまうんですが、追い詰められて死ぬ人はそういう性格なのでしょうか。どんな人間でもそうなることがありますか。回避方法などご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします、という真面目なメッセージでした。ワールドさん、ご質問ありがとうございます。僕も実際このタイプです。まだ幸いなことに死んではいませんが、365日24時間仕事します。僕の場合は仕事が嫌いではありませんし、自分の融通が効くので一切苦にはなっていないんですが、最近は睡眠が取りづらくなってきたので、今日はそのあたりを含めて話してみようと考えています。それでは本日の項目です。項目1、なぜ死ぬまで働くのか。項目2、日本は過労死しやすい国。項目3、身体的疲労と脳の疲労。項目4、最高の休息、マインドフルネス。の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず、項目1、なぜ死ぬまで働くのかです。すいません、せっかくご質問いただいたんですが、パク・ヨンハさんという方を僕は一切知らないので少し調べました。ドラマ冬のソナタでキム・サンヒョン役、ペ・ヨンジュン演じるカン・ジュンさん、イ・ミニョンの恋敵役を演じた。翌年 NHK が衛星波で放送すると、韓流ブームに乗って主役のチェジュ、ペ・ヨンジュンと共に日本でも人気を集めるようになる。この年に歌手デビューと書いてありましたので、かなり有名な方なんですね。また2010年6月30日早朝、ソウル特別市内の自宅で遺体で発見された。32歳没、死因は電源コードでの首吊り自殺と日本では報道されたが、実際は電源コードで首を絞めたことによる感電での胸部圧迫死と断定された。背景の一つとして末期の胃がんを患った父親の介護に疲れたことや、事務所経営のストレス、日本で活躍することに対する韓国からの誹謗中傷などが挙げられていると書かれていました。はっきりと特定はされていないですが、確かに過労自殺の可能性もありますね。その他にもよくこのチャンネルで問い合わせをいただく三浦春馬さん、竹内優子さんも過労自殺ではないかという記事も見つけました。またワタミの件に関しましては、2008年4月にワタミフードサービスに入社し、神奈川県横須賀市内の居酒屋ワタミ京急栗浜駅前店に配属された女性従業員、当時26歳が2ヶ月後の同年6月に同市内の自宅マンションから飛び降りて自殺した。女性の遺族は長時間の深夜勤務や残業が続いたことを過労死の原因とする労働災害の認定を申請した。横須賀労働基準監督署は女性の自殺が業務に起因するものとは認めなかったため、遺族は神奈川労働局に審査を求めた。神奈川労働者災害保障保険審査官により改めて審査が行われた結果、2012年2月14日付で女性の自殺は過労自殺による労働災害であると正式に認定されたと書いてありました。確かに質問者さんの言うように、死ぬより先になぜ休まない、退職しなかったのかと疑問に思うのもわかるのですが、僕の相談者さんでも自殺まで行かなくても多かったのはやっぱりご本人の性格ですね。無論全員が全員そうではないのですが、基本的には真面目な方、責任感の強い方が死ぬまで行かなくてもこういう状況に陥りやすいです。あとは一点集中型ですね。僕もそうですが、やり始めたらそれしかしないというタイプの人もそうなりやすいです。それでは次の項目です。項目2、日本は過労死しやすい国です。アメリカでは現在約6500万人以上の人が仕事のストレスで苦しんでいると言われています。ストレスを和らげようと彼らはフィットネスクラブに通い、薬物、サプリメント、リラックスのノウハウを伝授する書籍を購入しています。その総額はなんと年間400億円以上に達しています。
一大ビジネスですね。しかし日本では疲労を訴える労働者は全体の6割に達しますが、アメリカではこの半分以下の15から30%に過ぎません。アメリカの疲労している労働者の割合が日本の半分または4分の1程度であるというのはストレス対策の効果の表れでしょう。疲労、過労、発病、過労死というプロセスはゆっくりやってきますから気づきにくいのです。ですがもし疲労が解消されないまま蓄積していけば、ある日限界点に達します。そして突然発症し、最悪の場合は死亡します。日本における過労死の犠牲者は毎年約1万人と推定され、過労死という国際語にもなっていると書かれていました。カラオケのように海外でも知られているのでしょう。日本の労働者が過労死しているのとは対照的に、アメリカ人は過労死または仕事が直接の原因になって死を選ぶことはほとんどありません。また我が国の毎年の自殺者数は約3万人ですが、これは単位人口あたりアメリカの 2.3 倍という高さであります。日本人はアメリカ人より過労死と自殺をしやすいということです。経済成長がかつてほど望めないこと、未来が予測できないことへの不安、非正規雇用が増え、職が不安定になったことなど、理由はいくつか考えられます。しかしながら未来は本質的にわからないものですので、いくら考えようともこの問題は決して解決することはありません。こうして不安を抱き続けるうちに、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンなどの興奮性伝達物質が枯渇します。気分が低下し、やがて鬱になります。これが我が国の中年男性に自殺者が急増した原因と思われます。というような研究結果、データを出されても我々は日本に住んでいますので、対策を講じないといけません。それでは次の項目から話していきましょう。項目3、身体的疲労と脳の疲労です。項目1で話した有名人の方など、すべて過労死ではなく過労自殺です。自殺ということは肉体的疲労というよりは精神的に削られた結果ということになります。身体疲労とは違う脳疲労に注意してください。次のような状態に当てはまる人は脳疲労に陥っている可能性があります。脳の疲れ信号、忙しい時も忙しくない時もいつも疲れている、どれだけ休んでも眠ってもなんとなくだるい、集中力が続かない、いろんなことが気になってしまう、どれか一つでも当てはまる方は体ではなくて脳が疲労していると考えられます。大抵の人は休息イコール体を休めることと思っているようですが、実はそれだけでは回復しない疲労があります。それが脳の疲れ、いわゆる脳疲労です。脳には脳の休め方があるため、いくら体を休めても取りきれない疲労感が脳に残ってしまうのです。それを放置しておくと、どれだけ眠ってもマッサージに行っても知らない間に脳の疲労が蓄積されていきます。慢性化すると仕事の効率が下がったり、ミスが増えたり、ひどい時には心の病につながる場合もあるので注意が必要なのです。疲れを感じたら家でゆっくりしたり、十分な睡眠をとれば回復するのでは、そういう考えはかなり一般的ですし、当たり前すぎて疑いを持ちにくいものです。でも近頃の脳科学が明かす事実によれば、脳は何もしないでも勝手に疲れていくものだそうです。つまり何もしないで休息しているつもりでいても、その間にも脳はむしろどんどんエネルギーを消費し続けて、脳の疲れを溜めている可能性があるのです。以前ご紹介した脳のデフォルトモードネットワーク DMN、 聞き覚えがある方もおられるでしょう。 DMN とは脳が意識的な活動をしていない時に働く、いわば脳の基礎的な活動です。自動車のアイドリングみたいなものですね。そしてこの DMN は脳の消費エネルギーのおよそ 60から80% を占めると言われています。何もしないボケーとしている状態の時に、実は最も脳エネルギーが消費されているということです。つまり仕事をせず、特に何もしない状態にある時、脳は密かに DMN を作動させていて、脳は全く休めていないということになります。適切な脳の休め方、ブレーキの踏み方を知らなければ、脳は常に活動し、いつの間にか消耗してしまっている可能性があるんです。ではどうすれば脳の疲労が取れるのか、次の項目です。項目4、最高の休息、マインドフルネスです。前項目で話しました、家にいてゆっくり過ごしていたのに疲れが取れないのは DMN の過剰活動に原因があるのかもしれません。自分では体を休めて十分な休息をとっているつもりでも、 DMN は絶えず作動しているため、その活動にブレーキをかけないことには脳が休まりません。人間の脳は1日のおよそ半分以上心をさまようことに費やしているというデータがあります。心が静止せず勝手に動き回っている状態に1日の半分以上がなっているということです。またハーバード大学の調査では、働いている時間のうちの 47% は今やっていることと別のことを考えているというデータもあります。何かに集中していて作業しているようでも、頭の中ではいろいろなことを考えていて、心は今ここにはないようです。家事をしながら、料理をしながら、 LINE しながら、そしてお風呂に入っている時でさえ、頭では過去と未来のことを考え、将来への不安や恐れ、過去に対する後悔などが無意識に浮かんできてしまう。それが DMN の過剰活性につながっています。
では一体どうすればいいのでしょうか。現時点で取れる最高の対策でおすすめしたいのが、項目名でも言いましたマインドフルネスです。ビジネスの世界では Google がマインドフルネスに基づくリーダーシッププログラム、通称 Search Inside Yourself SIY を開発したことで、マインドフルネスが一気に広まるきっかけになりました。今ではアメリカンエキスプレス、リンクトイン、Facebook、Cisco、ネットワーク機器最大手パタゴニア、エトナ、医療保険大手などの世界中の有名企業に導入され、多くのリーダーがマインドフルネスを実践するのが当たり前になりつつあります。そういった世界の事情に比べると、日本ではまだマインドフルネスへの理解が浅く、マインドフルネスは瞑想することとか、マインドフルネスは生産性を上げ、ストレスを下げるためのツールといった誤った理解が広がっているようです。マインドフルネスの本当の価値や可能性がまだまだ日本では広がっていないため、言葉だけが独り歩きしているのかもしれません。とはいうものの、マインドフルネスにはまだ明確な定義がございません。そのため誤解されることも多いのでしょう。ここでは学問的な定義問題には踏み込みませんが、皆さんに言っておきたいのは、マインドフルネスは脳と心を休ませるための技術群であり、現時点で最高の休息法になりうるということです。ごくごく簡単に言ってしまえば、マインドフルネスは今にしっかりと存在している状態のことであり、その状態になる主な方法に瞑想があります。脳のアイドリング DMN によって浮かんでくる雑念こそ脳疲労の最大要因の一つであり、その雑念、不安、恐れ、後悔、反芻などを抑えることで脳を休ませるというのがマインドフルネスの基本メカニズムなので、瞑想は理にかなっています。脳を休めるためにエネルギーの浪費家である DMN を使いすぎないようにするのがポイントです。2009年にニューヨークの医師マイケル・グラスナー氏が発表した報告がございます。70名の医師にマインドフルネスプログラムを実施したところ、燃え尽きのサインである感情的疲労の症状が 25% 改善したそうです。この論文が掲載されたのはアメリカの臨床医学分野のトップジャーナル、ザ・ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・メディカル・アソシエーションでした。10年以上前からすでに瞑想の一種ともいえるマインドフルネスは、ただのリラクゼーションではなく、最先端の脳科学や精神医学が真面目に研究する科学的休息法になりつつあったということです。アメリカ国立衛生研究所のデータベースによると、マインドフルネスに関する論文数はこの数十年で100倍以上に増えているそうです。現時点でマインドフルネスはその有効性が科学的に裏付けされた最高の休息法と言って良いでしょう。瞑想だけではよくわからないという人にマインドフルネスの技法を一つ紹介しておきます。マインドフルネス呼吸法です。1、基本姿勢をとります。椅子に座り、お腹はゆったり、手は太ももの上、足は組みません。そして目を閉じる。開けるときは2メートルくらい先を見てください。2、体の感覚に意識を向けます。接触の感覚で体が地球に引っ張られる重力の感覚を意識してください。次、3、呼吸に注意を向けてください。呼吸に関する感覚を意識します。深呼吸や呼吸コントロールは不要です。呼吸に1、2、3、10とラベリングするのも効果的です。最後に4、雑念が浮かんだらですが、雑念が浮かんだ事実に気づき、注意を呼吸に戻してください。雑念は生じて当然ですので、自分を責めないでくださいね。ポイントは1日5分でも10分でもいいので、毎日続けることが大切です。そして同じ時間同じ場所でやることです。脳は習慣が大好きですからね。ということで、本日は過労死や過労自殺を防ぐために脳の疲労の取り方、マインドフルネスやその実践方法を解説しました。ただ単にボケーっと寝るのはもう古いというか、実は脳は休息していなかったということですね。僕もマインドフルネスちょっとずつ実践していきます。行動することが最強ですからね。そして継続は力なりです。また結果が出たら動画で話しますね。本日は過労死過労自殺を防ぐにはを話しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。キズ公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。